皆さんこんにちは、藤田俊也です。この度ジュビロ磐田のスポーツダイレクターとして帰ってきました。正直こういう日が来ないんじゃないかなってもう思っているぐらいジュビロを離れてからの時間が経っております。で、ここにどうして来ることを決断したかというと、ジュビロ磐田からのその熱意あるオファーがありました。それに対しての自分の情熱というのがものすごく湧いてきて、そして覚悟を持ってここに来ました。ですからキーワードとしたら熱意があって情熱があって覚悟を決めたと。その覚悟は今日ここにいる小野社長と大石さんの、まあ、同じ見解であると信じてます。なかなか厳しい状況っていうのも誰が見ても今のジュビロは厳しい。だけどまだ6試合あります。可能性がある限りこの6試合に全力を尽くして J1 残留して次に進むと、まあ、これがクラブサポーター全ての方の目標ですし、やらなきゃいけないことだと思ってます。一番最初話したそのクラブからの熱であるオファーっていうのは、そのスタートしたこの話がスタートした状況はもちろん少し今とは違うかもしれないですけど、試合数残りの試合数も違いますし、まあ大石さんといろいろ話す中で2026年にはもっと大きな目標があるんだと、大きく変えたいんだ、優勝を目指したいんだ、この言葉に僕は今の状況を度外視してやりがいがあると。もちろんいろんな人にすごい厳しい状態で行った時のことの話も聞いたり、難しさはまあ自分は分かっているつもりですけれども、決めた時がタイミングと思ってるんですね。だからタイミングを測ってたらタイミングなんか来ない。それが今のタイミングだから僕はここに来たと思ってます。なので与えられた使命をきちんと全力でこなすっていうのが僕の仕事です。どれぐらい、できるかはこれから未知数ですが、まあ冷静にこの場をその状況を判断してできることを精一杯やっていく。で、地元に愛される、楽しいサッカーをする、夢と感動を皆さんに与えられる、そんなクラブになる。そしてジュビロ磐田に関わる全選手が、子供からそのトップチームまで全選手がその大きい海を見れるような、ここにとどまることなくその先の大きな海を見れるような、そんなクラブになっていく。それを多くの方々に応援してもらう、そんなクラブに、なりたい。それをみんなとできると思ったんで今日ここにいます。なんか知ってる方たちばかりなので、そんなことはもう分かってるって言われるかもしれないんですけれども、久しくこういう場がなかったんで、まあ今は僕はこんな感じですということをお伝えできればまあいいかなと、まあ内容的には大石さんが全て語ってくれたんで、クラブの理念、ビジョン、やること、それは大石さんの語った通りです。じゃあよろしくお願いします。まあ相当なクラブとしての覚悟を持って僕のところに来てくれたんだと、多分皆さんもそれはそうだろうなと思う通りです。ですから僕はこういう日が来ないと思ってました。でもタイミングって来るんですね。率直にいつもジュビロのことを応援してました。それ以外のことをあまり考えることをせず応援をしてきました。なぜかといったら、僕は一度ジュビロを離れてますし、その時その時で自分の目標のもとに進んでいた状況でしたし、その時に余計なジュビロのその自分の思いっていうのは必要ないと思ってました。そこにいるメンバーがその
目標に向かって思いっきり進んでいると思ったんで、自分はいつも応援をする立場で自分のやりたいことをやるべきことをやってました。で、そのやるべき一番やりたかったことは、現役を引退してオランダに渡って日本人としてどこまで指導者としてやれるんだと。で、監督を目指してる。海外で日本人監督が必ず必要だという信念は今でも変わってません。ですから、目標の途中に自分は今あるという、そして僕がそれができないとしても、そういう日本人の指導者というのが必ず必要です。ですから、これからもその活動はみんなでやっていきたいと思います。はい、まず来年以降については今語るべきじゃないと思うんで、僕らは今のここからの6試合に全てをかける、それが当たり前の姿で、それを皆さん期待されている。そこで何をするかを見ててくれると思うんで、次の6試合にまあ集中したい。で、来たばかりの僕がやれることって言ったら本当に限られていると思います。ですから、今僕がやれることといったら、選手たちが思い切りプレーできる環境を、何がその環境なのかということを考えて、それを整えて、まあ、選手に伝えてピッチに送り出すというのが僕の仕事と思っています。よく皆さんにその今のジュビロの状況を考えたときに、我々の時代はっていうようなことを言っていただいたり、そのいい時代があったみたいなことをその言ってもらえるんですけども、僕はあんまりそういうことを考えたことがないんですね。いつも明日を見るのが好きなんで、あんまり自分は良かった時代というのを正直語らないし、あんまり思い出してもそんなにテンション上がんないです。明日何をするかの方が好きです。だから言われてもらったらすごい嬉しいんですけど、皆さんが思うほど僕はあまりその自分たち、自分の記録とかあんまり執着がないというか、うん、ただジュビロのサッカーを楽しんでもらいたいっていうのは、ワクワクしたものを見てもらいたいという思いは当然今もものすごく強いですし、そのためにどんなサッカーを展開していくかっていうのは、まあ、もう一度、僕だけじゃないですよね、それはクラブスタッフみんな、コーチングスタッフも監督も含めたみんなで考えて、もちろんアカデミーのスタッフもサッカーをみんなで議論して、世界につながるサッカーを、通じるサッカーを、世界で戦えるサッカーを目指してみんなでフットボールを構築していきたいなと思います。先ほども言いましたけど、僕がやれる仕事は環境を整備する。環境を整えれば、うん、次の未来があって、環境が人を育てると、それは僕の信念なんで、僕がやれることは環境を整える。そのために小野社長や大石さんが十分な材料を整えてくれるし、当然それはまだまだ足りないと思うんで、その活動ももちろん僕も協力して、戦えるだけの武器をたくさん揃えてこれから進みたいなと思います。フットボールはもちろん来る監督のその思考というのもありますけれども、ジュビロだったというのはやっぱり自分たちがボールを支配し握って、自分たちの考えるフットボールをピッチ内で展開して相手を崩していってゴールを奪う、90分自分たちがボールを持ち続けるサッカー、これがまあ僕も好きですし、皆さんがジュビロに求めるフットボールだと思うんですね。で、当然僕がやっていた時代よりフットボールは進化していて、当然縦にものすごい速いサッカーに変わっている。そこのポイントというのはもう外して語れないと思ってます。ですから、そのバランスをきちんと整えて、ボールを自分たちで自由自在に操りながら縦に速く、そして
阿吽の呼吸のフットボールでゴールを量産するというのがフットボールプランです。まあ、自分が見てきたあのものがこの状況に何が一番こうフィットするのかをその冷静に考えて、海外のものが全ていいわけでもないですし、自分たちがこれまでやってきたこの歴史の中でものすごくいいものはたくさんあるし、そことうまく融合させてよりいいものを作っていくという、そういうバランス感覚を大切にしてやりたいなというふうに思います。この6試合をまず考えるということです。でそれが終わった後、今の話は皆さんとたくさん したいなと。やっぱり今ここにいるメンバーとここから6試合やることの方が僕ら考えなきゃいけないことで、一方では僕は考えてます、クラブも考えてるけど、やっぱり今皆さんにメッセージを発するとしたら、俺たちはこの6試合でどういうことをするのかっていうのが一番大切なんだっていうことが第一に来る、そう考えてます。まあ、ここ数日渋谷監督とまあ話をしています。まあ、監督コーチングスタッフが考えるプレーをどうサポートするかに尽きると思うんですね。それで、まあ、このコロナ禍においてメンバー選考も厳しい中、やはり一番は戦う上でコンディションが、この6試合のコンディションがこういう状況で何よりも大切、コンディション整ってないとフットボールってできないっていうのが僕の信念でもあります。当然スキルも戦術ももちろん準備、あのコーチングスタッフ監督含めて準備してるんで、それはそれであると思うんですけど、まあ、僕らサイドからするとコンディショニングをきちんと合わせてピッチに出る、まあ、それに、まあ、内部のコーチじゃないんで戦術云々っていうのは全て監督やコーチ選手たちにその、まあ、信じて、まあ、一任して、僕らはその先ほど言いましたけど環境を整えるというのはコンディショニングをきちんとあの整うように見守ると、整える、モチベーションがさらに高まる術を打っていくと、まあ、その2つに今の僕がやれることはあの尽きると。戦術云々は全て監督コーチングスタッフに託してます。あ、ゲームテンポです。ゲームテンポを速くしない限りやっぱ世界にはあの、まあ、追いついていけないですし乗り越えることができないです。そのゲームテンポを上げるためにはやっぱりスキル技術を持ってないとサッカーできません。ただそれって今日言って明日できることじゃないです。ですからやることっていうのは順番は決まってくる、こう整理してます。よく決断したなと、で、まあ、おそらくもうこれが最後の、まあ、質問かと思うんで、まあ、こういう状況でなかったらもうちょっとこの会見のテンションも違ったかなと、皆さんとのそのセッションも違ったテンションかなと思ってるんで、いつかそういうもう少し砕けてもいいようなテンションで皆さんとこうキャッチボールができたらいいなと。中山さんはとにかくあの全部のコメントは言えませんがびっくりしてました。こんにちは、藤田俊也です。こうして皆様の前に来るのは17年ぶりとなります。随分経ったなと、長い月が経ちましたけど、まあ、こうやってまたジュビロで仕事ができる、非常にその嬉しく思いますし、まあ、それなりの覚悟を持ってここにいます。この状況っていうのは本当に誰が見ても厳しい状況でありますが、我々には残り6試合まだ戦うチャンスがあります。なんとかここで結果を残して J1 残留をし、次のステージでまた
ジュビロのサッカーをみんなに楽しんでもらう、その先を期待できるようなそのサッカーを皆様にお届けできるように、チーム一丸、スタッフ一丸となって、これから全力を尽くしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。